こんにちは、かちゃんです。今日はこちらセリアでチョコモールドトレイというものを買ってきました。これでね、ハロウィンの型が簡単に作れるということで、このババロアを使ってこちらの型に入れて、チョコレートじゃなくてプルプルのプリンみたいなものを作りたいと思います。ババロアの色が黄色っぽいので、今回ね、チョコババロアと普通のババロアを作って2色をうまく使っていろいろ表現していきたいなと思います。できるかな、そんな高度なテクニック。これ顔はもうへこんじゃうのかな。まあとりあえずよくわかんないのでやってみたいと思います。じゃあまずババロアから作っていきましょう。ココアを入れてチョコババロアを作ろうと思います。その2色だね、黄色っぽいのとチョコババロアで。フルーツソース入ってる。あー、これ使えるね。オレンジ色のフルーツソースだ。はい、ちょっと熱湯準備したので、熱湯にこのババロア入れていきます。うわ、バニラのいい香り。かき混ぜて、あーもうすでに結構黄色いね。あー、これかぼちゃっぽい色してる。こんな感じでオレンジっぽい感じのものができました。はい、先ほどの液少しをココアを混ぜて茶色のココアババロアを作りました。こちらが普通のババロアの液になります。この2色を使ってこれから手前にある型に入れていきたいと思います。さあ、ではまず最初にほうきの先っぽをこの黄色っぽいのに入れて、持ち手の部分を茶色にしようと思ってます。ちょっと先っぽの方が薄いから追加で入れます。あ、やばい、持ち手の方まで流れてきた。ちょっと待って、これやばいね。よし、こっち側から液を流すと、これで押し込めないかな。ちょっと無理かな。まあ、うまくなってること願います。はい、次コウモリ入れていきます。これはね、もうそのまんま何も気にせず突っ込んじゃえば OK だと思います。はい、 OK。はい、次棺桶の十字架の部分をチョコレートでやりたいので、割り箸じゃない、爪楊枝を使って中をね、塗りつぶしていきます。じゃあね、十字架固めてる間に帽子作りましょう。まず白流して、そして黒を流して白を流す作戦です。うまくできるかな。こうやって入れてって、まだね、多分外側にはチョコは見えないですね。あ、今ちょうどいい感じにチョコのラインが入って、そしてここから白色のやつで、ね、かぶせていくといい感じにできるかな。やばい、チョコしか見えない。あー、チョコしか見えない。お化けはもうそのままこれ入れるだけで OK です。白一色でやろうと思ってます。色を微調整してかき混ぜて、かぼちゃっぽい色を作っていきます。はい、冷やし終わりました。こちらです。じゃじゃーん、いい感じに固まってる。まず裏側見てみましょう。はい、こんな感じ。落ちないかな。こんな感じになってます。これ出すときどうやったら出せるかな。つまむ。はい、ちょっと見にくいかもしれないけど、こんな感じで出ました。あ、ちぎれた。見て、これ十字架が残っちゃってる。あとね、帽子の先っぽとかもぐちゃぐちゃです。ちょっと緩すぎたね。顔がちょっとわからないかな。ぐちゃぐちゃ、緩すぎた今回のは。はい、こんな感じになりました。お墓はこんな感じで、大きいはもうちぎれてますね。うわー、とっても汚くなっちゃった。はい、ちょっとね、今回の失敗は緩すぎたってことだね。初めはまだ綺麗だったけど、掴んで合わせてくっつけたりしてるうちに崩れました。白色からいただきます。甘めのミルクプリンって感じの味がします。一番大きいかぼちゃ、原型がもう分かんなくなっちゃったけど、いただきます。うん、美味しい。これはまだかぼちゃって感じしてる。まだね、ギリギリ。あ、落ちる。半面ずつくっつけて、こんな感じです。ココア味いただきます。ココア味美味しいね。成功です。はい、そしてこちら棺桶、十字架がちぎれちゃいました。そしてもう跡形のないほうきです。ごちそうさまでした。意外とね、いけるだろうと思ったけどさ、結構緩すぎて、まさかのちょっとね、ぐちゃぐちゃになっちゃった。これ成功させたかったな。もともとはチョコレートを流し込んで作るそうなので、使う材料が良くなかったかなっていうところですね。グミとか作るとね、すごくいいかもしれない。ゼリーとかの硬さだったらいけると思う。こういうプリン系はちょっとね、ギリギリできないかなっていうところでした。明日がハロウィン当日なので、もう使えないな。今年はもう使えないので、皆さんももしね、これのクリスマスバージョンとか今後出るかもしれないですけど、チョコレートで試すのがね、やっぱ一番かもしれません。本当はね、カラフルなグミとか作りたかったなーなんて思ってます。まあ、またもし機会があれば来年とかにチャレンジできるかな。来年1年後何してるかわかんないですけど、またいずれリベンジで成功させたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。